とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備で行きたいと思います。これ、サブリューイングですね。タワーの最初の頃に入手したやつですね。なので、黄金がついておりません。昔は黄金ない時があったもんね。ほとんどなかったのかな。で、エンチャントが結構理想的な感じです。クールダウンショット、バーストボーストリング、ロールチャージですね。まあ、サブリューイングはオーバーチャージとスーパーチャージつけて、ため打ちしていった方が強いのかもしれないけども、これもね、俺ありかなと思うんですよ。うん。だって、一回ピョンとすれば、周りに360万ダメージ与えれるのよ。それにドラを入れれば1000万超えるからね。それをただピョンピョンしてるだけで与えれるので、多分強いんじゃないかな。うん。まあ、とりあえず、今日はこれでボスラッシュやっていきましょう。それでは、いきますね。これ問題なのが、矢の数だよね。25発だから。25発は少ないよ。よし、行くぞ。やっぱり強いじゃん。ものすげえ強い。破壊力は半端じゃない。ただし、矢の数は、すんごい少ない。これ、ほんと、バーストボーストリングだけしてる感じだからね。それでこの破壊力だよ。半端じゃない。強いけども、やっぱり矢の数だ、問題は。矢の数をクリアできれば、なんとかいけるね。オッケー、行くぞ。よっしゃ。強い、強い、強い。よし、オッケー。はい。で、本体ここか。で、もう一体いるでしょ。いた、いた。あー、矢がなくなった。縮小。あー、よかった。矢をさ、やっぱ無限増殖ができた昔が良かったな。あの頃は良かった。でもね、そう干渉に浸ることはありませんよ。あー、危ない。死ぬ、これは死ぬかも。やばい。いや、大丈夫だ。俺は生きる。俺は生きるのだよ。よし。さすがにこいつになるとちょっと耐久力があるね。これ黄金で無限がついてたらまだマシだったかもね。もうダメだ。完璧なくなった。完璧なくなっちゃったよ。あ、でも、そうかそうか。普通にロールで回避する。あ、ダメだ。矢は使うんだ。そうだ。矢は使うから、ダメなんだね。ちょっと待って。矢を回収させて。よっしゃ。矢さえあれば本当にね、なんとでもなるぐらい強い。ものすげえ強い。でも本当にね、矢の問題なのよ。いや、悔しいな。最初、ボール系をつけて、矢を増やしていってもいいのかもしんないね。あ、やばい。これは完全にやばいよ。これ完全にやばいぞ。ちょっと待って。ポーションバリア使う。まだあれ。コントローラー壊れてます。コントローラーはもうぶっ壊れちゃってますね。これは本当にね、やりにくいのよ。ポーションが使えないってもう、致命傷もいいところだからね。やばい。こいつはやばい。よっしゃ。しゃあ。でも、大したダメージになんない。ちょっと待って。ああ、動けなくなった。死んだかな。でも敵は攻撃してこない。ラッキー。しゃ。ちょっと待って。ポーションバリア、ポーションバリア、使え。オッケー、使えた。はい。倒したでしょう。でも、矢がないんだよな。矢出てきてくんないかな。ダメだ。完全に積んでる。一度死んで、あれだね。矢を
補充しましょうか。若干なりとも、若干なりとも補充すればいいや。でもね、敵がさ、遠距離になると攻撃が結構えぐいんだよね。いくつ回復する？13か。もうなくなったよ。早い。いや、これは本当にね、矢の問題が厳しい。段数の問題か。こいつは厳しいよ。でもまあまあ一応最後まで戦っていきましょう。よし、13本これで回復します。いけ。よし、もうなくなった。早い。まあ爆発するね、爆弾矢とかに比べればまだマシな方だけども、でもそれでもやっぱ少ねえな。はい、まあとりあえずこれで倒しましたかね。はい、ということで戻ってきました。うん、強いのよ、めちゃくちゃ強い。カバンビルドしてるのかっていうぐらいダメージがゴリゴリ入るんだけども、やっぱり矢の数だよ、弾数。初期が26発って少なすぎるね。せめて100発初期で、そんぐらいあればまだ運用できるんだけども、これをやろうと思うには最初に、ソウルを集めて、矢をね増やしていかないと無理かな。いやー、こんだけ強いんだからちょっと惜しいんだけどね。でもまあエンチャントとしては全然ありだっていうのは分かりましたね。クールダウンショット、バーストボーストリング、ロールチャージ、もしくはアーティファクトチャージでも OK だね。これプラスまあ無限だったらば、まだもうちょっと弾は持つと思いますし、オーバーチャージ入れてもいいのかもしれない。雑魚をこのぴょんぴょんして倒していって、で、ボスが来たら足を止めてオーバーチャージでダメージを確実に入れていくっていうのもいいのかもしれません。なんとも惜しい装備ですね。はい、ということでまたやってみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。